自然と科学に触れられる大型公園板野町のアスタムランド徳島が今年開園20周年を迎え、さまざまな記念イベントが行われています。アスタムランド徳島の開園20周年を記念した講演会では、素粒子の一つニュートリノに質量があることを発見し、2015年にノーベル物理学賞を受賞した梶田隆昭教授が、発見までの道のりやチームワークの大切さについて話しました。平成13年にオープンしたアスタムランド徳島は、園内に芝生広場や屋外遊具が設けられ、子どもたちが思い切り体を動かして遊ぶことができます。また満天の星空を体感できるプラネタリウムや、親子で体験しながら楽しめる子ども科学館など、科学について学べる施設も充実しています。科学館で行われた実験では、くっつくものとくっつかないものがある磁石の特性が紹介され、親子が関心を寄せていました。普段じゃ見られないものを見られるんで、すごく子どもにとっていい経験かなと思います。広くて遊びやすくて、人が密にならずに遊べるので、とってもいい環境だと思ってます。楽しいです。アスタムランド徳島では今年10月、木の魅力を親子で感じてもらう施設、徳島木のおもちゃ美術館がオープンする予定です。これに合わせ、レストランのくつろぎ館も、県産材を使った木のぬくもりが感じられる内装にリニューアルされました。子どもさんたちのね、多くの夢を明日に向かって育む、そうした思いをかけ、アスタムランド。子どもさんから大人の皆さん方まで楽しんでいただける、こうした施設として20年、これまで以上により多くの皆さん方にお越しをいただき、科学そして新たな世界を体感をしていただきたいと思います。アスタムランド徳島では、今後も開園20周年を記念したイベントを計画しています。親子の思い出作りにいかがですか？